ニガラバー、皆さんこんにちは、わきょうのアレンです。今こちらアレンはこちらの大通りの方に来てます。はい、皆さんこちら見えますでしょうか。こちらマーケットプレイスさん、はい、あのシティマートと似てるあの大きなスーパーマーケットなんですが、こちらも今回あの先ほどの動画で示したようにシティマートと同じ感じでマーケットプレイスさんもあのコロナの影響でいろんな方があの買いだめをしたため、すごく納品が追いついてなくてあのクローズするという噂が流れています。はい、で少し話は変わるんですが、今日撮影している今金曜日のお昼、まあ、夕方頃なんですけど、あのローカルの話によるとこの時間帯の金曜日っていうのはあの混み具合もだいたいこんな感じ で特にコロナのせいで車で渋滞したりとかいろんなところが混み合っているってことはないみたいです。はい、ただあのいろんなスーパーマーケットで品切れが続いたりとか、あといろんな方が買い出しに行って買いだめをしたため、そういったのでいろんなスーパーマーケットであのがクローズしているっていう状況は続いています。はい、でまだあの確定ではないんですけど、今この時点であのアレンが分かる情報としては、学校だったりとか、あとは映画館とか、あとはこの一部の、まあ一まあ、あの大きいスーパーマーケットだったりとか、あのミャンマープラザだったりとか、このジャンクションシティという大きなあのショッピングモール、ミャンマーの大きいショッピングモールがあの6週間クローズするっていう噂が流れています。これはまだ確定ではないので何とも言えないんですけど、そういった感じであの人が集まる場所、映画館もですね、人が集まる場所はもう全てどんどんあの規制がかかっていってる状態です。はい、で最近本当さっき聞いた話なんですけど、あのミャンマーはとても有名な水かけ祭りっていうのが4月にあるんですが、4月中旬にあって、毎年行われているすごく伝統的な祭りがあって、その水かけ祭りは日本でいう正月と同じぐらいとても大事なお祭りなんですが、それもなんと中止に今回なってしまいました。はい、それぐらいあのミャンマーにもですね、今何感染者はゼロと言われているんですが、こういったあの対策によっていろんなあのイベントだったりとかお祭りもどんどん延期じゃなくて中止に、はい、なってきています。はい、そういった状況が続いているミャンマーです。まあ、こういったいろんな規制がかかったりとか、まあ、あのマーケットがどんどん閉じていくわけなんですが、特になんかこの交通面に関しては特にあのコロナの影響があるというふうには見られない感じです。はい、これからまたミャンマーのこと、ミャンマーの、 あのコロナについての情報が分かり次第どんどん動画を上げていきたいと思いますので、これからもあの和教の動画の方のチェックをよろしくお願いします。はい、こちらで失礼します。